私からあります、はい。今日本日ですね、午後にも韓国との間で秘密情報包括法協定が結ばれる見通しとなっていますけれども、改めてこの締結の意義についてお願いします。はい、おっしゃるようにですね、本日午後、GSOMIA の署名式を行うべくですね、最終調整中ということで、ございます。現下のですね、東アジアの、安全保障の環境を考えると日韓がですね、互いに秘密の情報を共有できる、そのための基盤をですね、作ることができるというのは大変大きな意味があるというふうに思ってます。もっと言えばですね、同盟国である米国も含めてですね、日米韓の情報共有もできるということにつながりますので、我が国のですね、安全保障に資する、歴史的な出来事だというふうに考えています。もう一点、日韓関係で竹島ですけれども、はい、昨日韓国の与党の議員が竹島に上陸したということですが、日本政府としてどういった対応を取られたのかということと、竹島によってこういうことが繰り返されていますが、今後どういった姿勢で臨んでいかれるかお考えでしょうか。はい、そういった情報に接してからですね、訪問前でありましたけれども、申し入れを韓国政府に行って、また訪問してしまったということでありますので、抗議を行ったということでございます。もう言うまでもなく我が国の立場と相容れないわけであります。この問題はですね、どういうその対応を取っていくか、私自身もですね、数十年ぶりにですね、演説に入れたりですね、いろいろしてきたんですけれども、どういう対応を取るか、今後ですね、腰を据えて、というか、しっかりですね、考えていきたいというふうに思っています。もう一点、政局の質問になりますが、はい、小沢元代表が野田政権が消費税法案を目指す方針を転換しなければ離党するという考えを輿石さんに伝えてますけれども、民主党として非常に重要な時だと思いますが、小沢さんがそういったことで離党をすると消費税法案に捨て替えなければと言っていることについて、大臣どのようにお考えかと、政権としてどのように対応すべきかというふうにお考えでしょうか。これは昨日おとといも申し上げましたけれども、火曜日に私としてコメントしてますので、今はですね、大切なことはやはり総理と幹事長に今後の対応について一任をしているわけですから、それをしっかり信頼をして我々として見守りたいと思いますし、私個人の意見についてはこういった場ではなくて個別にですねお伝えをしたいと、そう思ってます。各社さんお願いします。直接伝えます。はい、直接どなたに。いやいや、総理なり執行部なりですね。はい、直接お伝えする予定というのはあるんでしょうか。いや、それはこれは表でやれる話ではないと思ってます。はい、すみません、今日オスプレイの接種国通報がなされる見通しですけれども、アメリカ、ごめんなさい、沖縄の方はそもそもこの配備自体に強い反発をしておりますけれども、これまでその日米間の折衝で沖縄の理解を得るためにですね、どのような具体的なことをアメリカ側に求めてきたのか、またこれからどのようにその沖縄側に説明し理解を求めていく考えかというのをお願いいたします。はい、この雪上航空通報も含めてですね、オスプレイの配備ということについては今日午後だと思いますけれども、森本防衛大臣がですね、
もう直接説明をしたいということでございますので、まあ、私からは差し控えた方がいいというふうに思っています。ただ先般も申し上げましたけれども、まあ、日米安保条約上の義務というのがあり、また抑止力を維持しなければならないという命題があり、しかし安全保障上の懸念というものがですね、地元の皆様にあり、その中でその懸念を払拭するためにですね、どういった対応が適切なのかということについて、この間米側ともですね、種々やり取りを行ってきました。でその、まあ、一つの結果がですね、まあ、今日森本大臣からですね発表されるということで、そのやり取りも、まあ、どこまでですね公表できるかということはあるかもしれません。ただ公表できるところはですね、まあ、日本も主体的にさまざまなことについて話し合いを持ってきましたので、できるところまでは公表して、そして、誠意を持って地元の皆様に説明をしていくということが大事だと思うんです。でそのことを、まあ、森本大臣自らですね、おやりになられるというふうに聞いておりますので、まあ、いずれにしてもまず森本大臣がしっかり説明をされてからですね、私からもまた質問にお答えをしたいと、そういうふうに思います。はい、時間になりますけどもよろしいでしょうか。最後今日の閣議で人事でシリアの鈴木大使の任を解くということだと決められたと思うんですけれども、改めて、まあ、PNG を受けたのは日本の外交官としては戦後初めてということで、まあ、そのことに対する、まあ、その決定に対する考えと、これからのシリアに、の問題についての日本としての取り組みについてお考えをお聞かせください。まあ、鈴木さん、大使はですね、前大使は前大使でですね、また必要な職責を果たしていただこうというふうに思っています。まあ、PNG についてはですね、まあ、この間、まあ、日本だけではなくてですね、制裁を行ってきた他の国も同様に行われているものだというふうに理解をしています。まあ、その上で、もうシリアは大変深刻な状況にあるというふうに考えてまして、まあ、日本としてもですね、今までご存知のように人道支援を中心に行ってきたわけです。で特に阿南特使の提案を受け入れるように、まあ、日本なりの働きかけも行ってきました。でさらに何ができるのかということについて今検討しているところでありまして、やはりこれはまずは国連安保理がまとまっていかないといけない。ロシアの役割大きいと思いますね。そういう意味でですね、特にその安保理がまとまれる、あるいはまとまるためにまた何ができるのかということも含めて考えていかなきゃいけないんじゃないかというふうに考えています。よろしいでしょうか。よろしくお願いします。はい、ありがとうございました。